どうもとつよしのオンタマ。オンタマパーソナルクエスチョン。今回で4回目の出演ですが、何気にオンタマ好きですか？そうですね。どちらかというと温泉卵の方が好きです。そんな温玉好きな堂本さんが最近ハマっているものは、まあ、最近というかもう本当にその先祖代々と言ってもいいぐらいですけど、やっぱカレーですかね。ではカレー以外でもしかしたらハマるかもと思うものは何ですか？そうですね、年上のお金持ちのなんかお家買ってあげるわよみたいな、あの女の人ですかね。今一番欲しいものといえば土地ですね。そこにはやっぱり年上の、そうですね、年上の人がまあそこに加わってればあれですけれども、まあ最悪小鳥とかと。オンタマスペシャルランキング、カラオケで今最も歌われている曲とは。堂本剛は意外に〇〇〇〇に入る言葉は、意外にファンシーね、ファンタジーとかファンタスティックではもうとどめられない柔らかさ、ファーファーみたいな。堂本剛のオンタマ。オンタマオピニオン、今回はマイフェイバリットというテーマで自己主張していただきます。自己主張、カレーの話ですけども、なぜね、CM が本当来ないのかっていうところがあるんです。なぜならば僕はカレーをもう本当週に5日食べてもカレーにならないんですよ。どうしてもね、あのカレーの CM やってる人たちちょっとカレーになってるなっていう感じがするんですよ。僕はいわゆるその自分というものを持った上でカレーを、まあ、いわゆるその自分というものをちゃんと持った男として女性を抱きしめるみたいな、そういうところにものすごく長けてるので、いわゆるスポンサーさんは何を見てらっしゃるのかなっていうか。オンタマスペシャルランキング、今年最も聴きたい桜ソングとは。僕がどれだけカレーが好きかっていうのは、これね、今ここで話することももちろんできますけれども、直接会ってね、どれだけカレーが好きやねんって、一回話しませんが、やり合ってえなっていう感じがしますけども。堂本剛のオンタマ。オンタマウィスパー、テーマを受けた一言。マネージャーさんからもらった選びに選んだという誕生日プレゼントを開けてみると、すでに持っているものだった時の心のつぶやきを一言。街を散歩中、可愛い犬を発見した時の一言。可愛い犬発見した、まあ俺の方が可愛いけどな。そこでしょうな。で、満面の笑顔でその犬を可愛がっていたら手を噛まれた時の一言。なるほど、まあ俺の方が可愛く噛むけどな。オンタマイージー着歌フル検索ランキング、携帯電話の着信音で今最も検索されている曲とは。何か一つでも無臭になれる。自分のかっこよさをアピールする一言。世界の皆さん、僕カレーやねん。
堂本剛の温玉。温玉ベスト3、堂本剛さんの縁のあるものベスト3。まずは第3位、神社。こちらなぜ神社にしたかと言いますと、あの今回の縁起をゆいてという楽曲のリリックを書いたのも、メロディーを書いたのも、レコーディングをしたのも、すべてあの奈良の神社で行ったのが今回リリースするシングルなんですけど、この神社という場所は何かこう昔からご縁があるのかな。第2位、こちら神社。あのライブ前に生姜湯ちょっと飲んだりして喉をこう整えたり、まあ、殺菌効果もありますし、温玉 CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは。第3位神社、そして第2位ジンジャーときて、はい、それでは縁のあるもの第1位は、1位こちらジャニー。奈良で、生活してるところに急に、電話かかってきて、はいもしもしって言ったらジャニーですって言われたんで、やばいお母さん外国人から電話かかってきた言うて、お母さんに電話かかったの覚えてます。でもうそこから始まって、まあ今日に至るわけですから。堂本剛の温玉。温玉マニアッククイズ。はい、奈良県出身の堂本さん、はい、平城遷都1300年祭公式キャラクター遷都くんと奈良県の大間寺でデートしたキャラクターといえば。黒柳徹子。残念、レンカちゃんでした。あ、レンカちゃんね、仕分けの。はいはいはい、セント君もあれですけれど もういっぱいいるんですよ、セント君以外にも。セント君シリーズみたいな。そこをね、ちょっとね、皆さんね、一回今一度注目してみるのも面白いと思います。 6G に関してはもう子供は泣くと思いますね。ほんまに。温玉 CD アルバムセールスランキング、今最も売れているアルバムとは。バスケットボールが得意という堂本さん、はい、漫画スラムダンクの作者井上武彦さんが中学時代に所属していた部活といえば、はい、井上部じゃないですか。いや、井上が集う部ですよね。あの井上潤さんなんかもそこの、あの出身だというふうには聞いてますね。井上真央さんは、あ、女の子はないという。